以前はドラマやバラエティ番組で姿をよく見かけた芳賀健二、和賀健二さん。2021年現在、一体どうしているのでしょうか。意外と知られていませんが、アラジンで吹き替えを担当していたこともあるんです。過去に起こした詐欺事件と山下真司の息子の死に関連性があるという噂も。刑務所に服役中に犯罪歴を増やすなど根っからの悪人となってしまったようです。芳賀健二のプロフィール。愛称、芳賀さん、本名、東間幹夫、東間幹夫、生年月日、1961年7月21日。身長、183センチメートル。出身地、沖縄県沖縄市。最終学歴、国際学園中央高等学校。所属事務所、元東京シックスプロダクション。目次、芳賀健二の現在、詐欺事件の裏で山下真司の息子が死去。かつてアラジンの声優をしていた。刑務所に収監中も犯罪歴を増やしていた。芳賀健二の現在、スカウトがきっかけで芸能界入りした芳賀健二さん。1982年に、いいとも青年隊に抜擢されたことで世間に顔と名前と知られる存在となりました。その後は俳優や歌手、タレントとして活躍。ドラマや映画、舞台にバラエティ番組とマルチな活躍を見せていました。そして芳賀健二さんといえば忘れられないのが梅宮アンナさんとの交際。1994年の交際発覚と同時に巨額の負債を抱えていることも判明。また、梅宮辰夫さんが2人の交際に大反対。芳賀健二さんのことを、期待の悪、とまで酷評しています。さらに三角関係を匂わせる女性タレントも登場するなど当時のワイドショーは芳賀健二さんの話題で持ちきりとなりました。結局、二人は結婚することなく1999年に破局。芳賀健二さんはしばらくの間、表舞台から姿を消すこととなります。きっと世間を騒がせてしまったため、表だった活動がしづらくなってしまったのでしょうね。本格的に芸能活動を再開し始めたのは2004年頃から。ただ、タレントとしての収入だけでは苦しかったのか、実業家としても活動していました。そして2006年にテレビ制作会社に勤めていた女性と結婚。家族を持ったことで性根を入れ替えまっとうに生きていくと誰もが思ったことでしょう。ところが結婚した翌年の2007年に未公開株をめぐる詐欺、恐喝未遂の容疑で逮捕。2008年の一審では無罪判決が下されるも2011年の二審で懲役6年の求刑。これを不服として最高裁に上告するも2013年3月に棄却。実刑判決が確定し、沖縄刑務所に服役することとなりました。この間、民事裁判を起こされ4億円の賠償命令が下されています。また、妻とも離婚してしまったそうです。落ちるところまで落ちてしまったと言っても過言ではない芳賀健二さん。現在、一体どうしているのか気になりますよね。そこで調べてみると今もなお、刑務所に服役中であることが分かりました。というのも芳賀健二さんは出所を目前に控えた2019年1月に強制執行妨害罪で逮捕されていたんです。そして2020年3月に懲役1年6ヶ月の実刑判決が下され、2020年10月には懲役1年2ヶ月の刑が確定されました。そのため2021年現在はまだ服役中ということになります。かつては芸能界で華々しい活躍を見せていた芳賀健二さん。それが二度も収監されてしまうなんて、一体どこで歯車が狂ってしまったのでしょうね。
詐欺事件の裏で山下真司の息子が死去。2007年の詐欺・恐喝未遂の容疑で逮捕された芳賀健司さん。未公開株をめぐるこの事件の裏で森部達也さんという方が亡くなっているんです。森部達也さんは俳優、山下真司さんの息子。山下真司さんが再婚した女性の連れ子なので正確には義理の息子となります。森部達也さんは山下真司さんの付き人を経て俳優デビュー。テレビドラマで親子共演を果たしたこともありました。その後、森部達也さんは俳優を辞め宝石関連の会社に就職。ところがある日、連絡が取れなくなったことから母親が自宅を訪れると倒れているところを発見。事件性がなく室内に遺書が残されていたことから自殺と断定されました。この自殺の原因と言われているのが芳賀健司さんが関わっていた未公開株。実は森部達也さんもこの未公開株を大量に購入していたんです。以前から親交があったという森部達也さんと芳賀健司さん。芳賀健司さんが株式の購入をそそのかしたと思いきや、先に未公開株を購入したのは森部達也さんの方。それも億単位で購入していたそうです。ただ、芳賀健司さんは会社が経営破綻後に持ち株をすべて転売。ですが、森部達也さんは転売することなく負債をすべて抱えることになってしまいました。こうして抱えた多額の借金により自殺してしまったそうです。なお、山下真司さんは森部達也さんが借金を抱えていることを知らされていなかったんだとか。もし相談していれば全く違った結果となっていたはず。なんともやるせない気持ちになってしまいます。かつてアラジンの声優をしていた、ディズニーを代表する不朽の名作の一つ、アラジン。1992年に公開されると世界各国で大ヒット。日本国内ではビデオの売り上げが当時の歴代1位を記録。主題歌の、オールニューワールドは誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。実はこの作品で主人公アラジンの日本語吹き替えをしていたのが芳賀健司さん。その後、制作された続編でも芳賀健司さんが吹き替えを担当しているんです。ディズニー映画の吹き替えをするなんて大変栄誉なこと。きっと芳賀健司さんも光栄に思ったはず。ところが2007年に逮捕されたことにより声優は降板。2008年以降に発売されたビデオや DVD、オンデマンド配信では三木真一郎さんがアラジンの吹き替えを行っています。もし逮捕されていなければ降板されることはなかったはず。それどころか才能を認められて売れっ子の声優になっていたかもしれません。悔やんでも悔やみきれないとはまさにこのこと。芳賀健司さんは本当に惜しいことをしたものです。刑務所に収監中も犯罪歴を増やしていた。2019年1月に強制執行妨害罪で逮捕された芳賀健司さん。その原因となったのが資産隠し。実は妻と離婚したのは資産を守るための偽装離婚だったんです。未公開株をめぐる事件の民事裁判で4億円の賠償請求が下された芳賀健司さん。判決が下された直後、所有していた16件の物件の名義を元妻に変更していたんだとか。もし名義が芳賀健司さんのままであれば物件が差し押さえられていたのは確実。それを避けるために名義を元妻に変更したんです。おそらく離婚したのも後に名義を変更する前提だったのでしょう。その証拠に離婚後も元妻は毎月2回は面会に来ていたという情報もありました。なお、所有していた物件の家賃収入を合計すると月に340万円にも及ぶそうです。
これだけの収入があれば手放したくないと思うのが人情。ただ、資産隠しは紛れもない犯罪行為。芳賀健司さんはただ罪を重ねただけとなってしまいました。それにしても収監中に犯罪歴を増やすなんて、長い芸能界の中でも有数の悪人であることは間違いありません。期待の悪、と評した梅宮達夫さんの見る目は確かだったようですね。梅宮アンナさんも、別れてよかった、と心から思っていることでしょう。